はい、こんにちは。新規外から登場、玉木敦史 YouTube チャンネルです。ゴーワン。はい、今日もよろしくお願いします。今日はですね、試し割りです。はい。空手家にとって試し割りっていうのはね、登竜門です。はい。誰かはね、一度は、やってみたいと思うと思うんですけども、空手家が全員やるかって言ったらそうじゃないですね。大きなイベントか、そういう、演舞会とかクリスマス会とか、そういう、イベントじゃなかったら、なかなかやる機会がないと思います。この練習のプログラムに含まれてないんですね。普段の練習のプログラムならね。はい。で、どういう風にして割るかっていうのがですね、その時ぶつけ本番で割るから、試しに割るから試し割りと、言われてるみたいですね。はい。私もね、試し割りはね、人よりは恵まれました。はい。杉板、瓦割り、ブロック、レンガ、氷柱、バット、ビール瓶、自然石割り、ほとんど割りましたね。割ってないことは、割ってない試し割りってないんじゃないですかね。はい。それに基づいて、その割り方のコツとかね、そういう試し割りのイベントの時のエピソードを知るとかね、そういうのをね、楽しくね、おかしく、ためになるように、喋っているかと思います。はい。まずね、杉板割りです。一番オーソドックスな試し割りが、多分ね、杉だと思います。分厚さがね、少年舞踊とか一般舞踊とか、結構分厚さにこう種類があって、で、重ね割りって言うて、2枚とか3枚とか、重ねて割るんでね、手軽に割りやすいと思います。で、パンチで割ったり、蹴りで割ったりね、四方割りって言うて、前後左右の相手を割ったり、するんですけど、どういう風に見て見せるかっていうのが、石井館長のこの本で、見せ方の、特集というか、載ってるんですけど、それを参考にですね、私なりの意見を言いたいと思うんですけど、すべてそうなんですけどね、物を割ろうと思ったら中心線で捉えてね、真ん中で当ててから、ぶち抜くっていうか、フォローまで入れていくことを意識して、割ってもらったら、そんな難しくないんですけど、その真ん中に当ててフォローする、入れるっていうのが難しいわけなんですけど、脇が開いたり、肩で逃げたり、肘で逃げたり、手首で逃げたりするんですけど、その関節の部分で逃げるっていうので、逃げないように、なるべく手は垂直に、ロックして、力をまっすぐ加えるっていうのがポイントです。はい。杉板が一番オーソドックスなんですけど、その次が、瓦割りですね。瓦割りも、僕らの相談がこう、ホームズとか、港南とかで売ってる、業務用の、瓦です。で、今はね、試し割り用の瓦ってあるんですけど、僕らの自分はなかったんじゃないかな、そんな試し割り用の瓦。もともと瓦っていうのはね、屋根にこう、ね、引いてる瓦で割るもんじゃないんですよ。ね。でそれを、昔の人は割って、その自分の強さを競ったっていうので、瓦割りって、ね、そういう演舞というか見せ、そういう破壊力を見せるっていう強さっていうので、広まったんじゃないかと思うんですけど、最高記録が356枚ですかね。400枚セットして、1セット10枚ね。1セット10枚で40セット、400枚。400枚で1分間でどれだけ割れるか。1分間でわー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 って割っていって、40回振り下ろして、356枚っていうことです。はい。これが一応、私の記録。私はビール、瓶切りを一応成功したんですけども、成功したっていうよりもね、あの時のメンバーが、石井館長がビデオを撮るって言われて、集まったメンバーが、全日本クラスですね。私を含め、佐竹選手、後川選手、柳沢選手、もろもろのメンバーが揃いました。その中で、一人一人挑戦していくんですけど、
誰だったあん浅竹選手、川内選手、鳩川選手、柳沢選手で僕は5番目かな、一番最後に回ったんですけど、同じ瓶を使ったんですよ。バンバンバンってみんな失敗して、で一番最後僕5番目やってんで、亀裂が走ってたかもわからないですけど、私ね一応切ったんですけど、まあははもう皿の瓶っていうか一発目の瓶じゃなかったんで、みんながその切って失敗した後の瓶やったんで、僕5番目やったんで、うーんみたいな感じですもんね。1個の瓶をみんなで回し切りしたんで、1人ずつね、新しいもう真っさらなビール瓶やったらまたちょっと違ったかもわからないですけど、その時はまあまあまあ、成功したんで、で二度とまた成功してないです。あれ1回できたわけです。で1回成功したのはちゃんとビデオを取れたんで、まあ記念に良かったなっていうか嬉しいなっていうのが正直な意見です。でこれも包み隠さず本番のことです。はい、試し終わりということで今回は以上です。はい、どんどん割ってチャレンジやってください。すごいね、空手することによって試し割れの機会が恵まれて、割ることによって自信もつくんで、どんどん割ってもらって、私の記録抜いてください。今回以上です。 See you next time.